岡県は昨日新たに192人の新型コロナウイルス感染を発表しました。感染者192人の内訳は、福岡市94人、北九州市29人、久留米市8人、県管轄分61人でした。また、60代から90代以上の男女5人の死亡も確認されました。福岡市ではシステム開発の会社と焼肉店の2カ所で新たなクラスターが確認されました。佐賀県では新たに10代から80代の男女7人の感染が確認されました。今朝ウェブ上で開かれた全国知事会緊急対策本部で服部知事は、昨日福岡県など9都道府県で延長された緊急事態宣言を受け、休業要請している飲食店や大型商業施設への財政支援やワクチン接種について、その量と財源確保を国に要望しました。